どうもこんばんは、エネムです。さあ今回は青霧の襲来特急をいつものようにひなみサンドじゃなくてですね、今回は SSR プラスのリゼを使ってやっていきたいと思います。まあ、UR のひなみを使うとね、オートでガンガン回しちゃうのでちょっとそれだと面白くないんでね、今回はリゼを使ってやっていきたいと思います。で、僕のリゼはフル覚醒させているんですけど、フレンドが三角ですね。まあ覚醒させなくても多分いけるとは思うんですけど、でサブなんですけど、リゼ持ちのキャラがね、僕のボックスの中ではこの圧倒カネキと SSR のムカデカネキ、8角させていますが、これしかいなかったので、まあこれを持っていきたいと思います。確か今回出る SSR プラスの黒白も多分持ってるとは思うんですけど、リゼ持ち、持ってる方は、ね、そっち入れてもらってもいいかとは思います。ただこっちは固定ダメとかね、いろいろあるんで、入れてるだけです。じゃあ行きましょう。行こう。まあ基本的に全部貫通なんでね、ガンガン削っていくだけですね。まあ、リゼの強いところはやっぱり攻撃与えたらその 15% 分だけ回復できる、自身が回復できるってとこが本当に強い点なので、どれだけ攻撃されようとうまいこと狙っていけばね、しっかり回復できると思うんで。さてどうしようかな。でまあラストですね。ラストのフロア何が出てきても、まあ、基本的にいけるんですけど、まあ、タタラから倒すように僕はしてるんですけど、この辺は多分、どうでもいいと思いますね。どうしようかな。まあ、最終フロアで飛んでくるタタラの範囲ダメが結構痛いんでね、出血するし。こう回復しますね。3、今何回当たったっけ、3ぐらいだったっけな。まあ最終フロアがきついっていう人はね、1層2層でスキルダメをするのもありだとは思うんですけど、基本的に2層はね、エトーを倒せばクリアとなっちゃうんで、まあ、早く倒したい方はエトーを倒してもいいんですけど、スキルダメしようと思って不可抗力でエトーを倒してしまった場合、ちょっと最終フロアがきつくなるっていうこともまあありますね。僕は基本的に最初にエトを倒したいんですけど、リゼのスキルが溜まっててエトの正面にリゼがいるといけるのかな。でもまあリゼは基本的に端っこいるからな。どうしよう。ああ、これだと壁役使った方がいいのかな。全開まで持っていきたい。これ全開まで持っていけたかな。でまあスキルダメをしようと思ったんですけど、全員スキル溜まってるんで、一層でのもたつきがなかなかいい具合にスキルダメになってましたね。
構絵と硬いな。サクッと倒せると思ったんですけど、リゼのスキルが溜まってればね、一番左の僕側のリーダーのリゼが溜まってればワンキルできるんですけど、ここでの絵とは。謎の箱のつなぎ目のとこからエトに入れるな。あれ入れてなかった。あれですね、ターンじゃねえわ、体力マックスなんでこのまま行きたいと思います。マジで本当に圧倒的なカネキ使うのすごい懐かしい。いつぶりだろうか。僕がリセマラで最初始めたのが圧倒カネキだったんで、僕使わなくてもいいか。まだね、思い入れのあるキャラクターなんでこれから先もちょいちょい使っていきたいとは思うんですけど、まあ、なかなか最近キャラのインフレっていうか、どんどん強いキャラが追加されていってね、影が薄くなってきてるんで。どうしようかな。まあいいか、連携狙って。タタラが遠いな。そろそろタタラの範囲攻撃が飛んできそうでちょっと怖いんですけど。ああ、仕留めきれなかった。一回で仕留めたかったな。やられたな。まあカネキとムカデは五輪中かな。まあこの範囲攻撃が来る前にタタラはぶっ倒しておきたいところなんですけど、まあそう思い通りにいかないっていうのがちょっとあれですね。エトとノロが残っちゃったのはあれなんだろうか。ちょっとめちゃくちゃ時間かかっちゃってるな。多分乱入じゃねえわ、このランダムで出現するノロとがムカデとかの中で一番簡単なのはムカデだと思うんですけど、まあそれは人によりけりか。あ、さよなら。
というわけでね、だいぶ時間かかっちゃったな。今回一番時間かかったかもしれない。というわけで SSR プラスのリゼの、リゼでの攻略でした。まあ攻略とは言えないな。ただ普通に攻めるだけ。まあ、今回のイベントそこまで難しくないんでどれでもいけると思うんですけど、まあイベさんのキャラで行こうと思うとね、また余計に時間かかっちゃうんじゃないかなとは思います。まあ、多分そのキャラで攻略してもあんまり需要はないんじゃないかな。みんなどうせガチャゲンのキャラで固めていくと思うし。というわけで今回はここまでですね。お、いいぞ。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。